なんだこれ？エプソンのサイトに行くと、ハイインク吸収パッド警告リセットツールの説明とご確認、ご理解についてとありました。要するに、リセットツール、この表示を消すソフトと、修理期間満了機種のハイインク吸収パッド交換対応サービス専用引き取りサービス受付フォーム修理についてとありました。自分はネットで調べて自分でハイインク吸収パッドを交換することにしました。まずは蓋などは養生テープで貼ってあります。 EP976A さんは裏返すと怪しいところがあり、ここを開けます。で、薄いものでこじ開けると簡単に開きました。当たりです。こんな簡単なら部品で売れよと思いました。ここはとりあえずきれいにします。はい、終わり。ハイインク吸収パッドのパッド交換です。自分は Amazon で互換品を購入しました。汚れるので割り箸を使ってます。手袋は必須ですね。肩を取るために並べておきます。結局、手でやってます。これは、水で洗います。汚れてるのがわからないですよね。全部型が取れました。まさかこれが無駄になるとはとほほです。ボックスも水で洗ったらきれいになりました。Amazon で購入しておいた互換品を開けます。パッドの型がついてる。ついてた型通りに切ります。これがなかなか切れません。完成です。純正とはかなり違いますがいいでしょう。取り付けです。さて、どうなるかな？そう、業務用と違いハイインクを取り替えただけでは消えません。これを消すにはいくつか方法があります。一つは、エプソンに頼むリセットツールのみ。今回はこれ。Amazon や楽天で購入する。YouTube などでは、wic.sapol から購入する人も多いです。自分のおすすめは、ハイインクパッド、純正互換品、とエラー。
解除ツールが入っているものが一番簡単だと思われます。エプソンを使ったら無線 LAN 設定ではできず、 USB スタンダード B の配線を探すことに。さてどうでしょう。最後までご覧いただきありがとうございます。